石井光子は、日本の女優、作家、政治家。日本維新の会所属の参議院議員。東京大学医学部客員研究員。聖路科国際大学客員研究員。日本大学医学部付属病院診療内科、カウンセラー。NPO 日本臨床研究支援ユニット理事。アバンセ所属。日本維新の会国会議員団女性局長。国会対策副委員長。 パチンコチェーンストア協会政治分野アドバイザー。祖父は、標的艦、摂津屋戦艦、春名の艦長を歴任した、海軍少将、石井和幸。東京都台東区浅草生まれ。山手学院高等学校を経て、アメリカワシントン州立大学から、上智大学に編入し、同大学卒。父親の関係する会社で秘書として働いた後、同時通訳者に転職。 水産庁の外郭団体での通訳を担当した後、1988年に CBS ドキュメントでキャスターデビューを果たす。三子名義による女優デビューは、1990年、伊藤美十三監督作品、アげマンの準主演、英子役。その後は、朝だ。どうなるキャスターや、ビート、たけしの TV タックルナビゲーター、朝まで、生テレビ。 パネリスト、世界とんでもヒストリー、今夜は返して。タモリクラブ、タイムショック21、ダイレクトテレショップ、Q 様。ゲスト、ウィークエンドライブ週刊地球 TV の司会を務める。1997年生路カ看護、大学看護学部に入学し、2002年に卒業。同年、東京大学大学院医学系、研究科研工科学、 看護学専講習士課程に進学、後博士課程に進み、2008年に健康審査受診鑑賞のためのキャンペーン、介入研究で博士を取得、同大学医学部客員研究員、看護師、保健師、ヘルスケアカウンセラーの資格を持つ、2005年から東京都内の病院の診療内科にてヘルスケアカウンセラーとして研修を続けている。また、 カウンセリングも行っている。現在、東日本大震災被災住民支援プロジェクト、希望と絆で活動中。2010年8月、33年にわたり、難病に苦しんだ実前の介護を得てみとり、その経験が2012年の24時間テレビ、愛は地球を救うで、本人生出演の上紹介された。2016年6月9日、 第24回参議院議員通常選挙に出馬する意向を表明。同年7月の参院選において、大阪維新の開放人で参議院比例区から立候補し、党内順位3位で初当選。受動喫煙防止を目的に飲食店などの建物内を原則禁煙とする健康増進法改正に反対。NHK 日本テレビ TBS。 富士テレビテレビ朝日テレビ東京、ありがとうございます。